北口竜王駅は、山梨県海市竜王新町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO、CO44。海野市の代表駅である。2004年9月1日に発足した海野市の、南西部、旧竜王町竜王新町南部の平坦部に位置し、旧式島町大下城との境界から、やや竜王。 新町寄りに位置する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を有している。地上駅舎時代は、南側のみに駅舎があり、北側にある旧式島町地域から東駅へ、向かうためには東駅から東側へ200メートルの、ところにある、中央本線のガード下をくぐらなければならなかった。 駅とその周辺は安藤忠夫の設計の元周辺整備事業が行われた結果、2008年3月24日には新駅舎の供用が開始された。新駅舎は、京状駅舎化されたと同時に南北自由通路が設置されたことにより、北側からも直接駅へ入ることができるようになった。これに合わせて、発車表、キオスク、観光ブースが設置された。 また、駅舎と南北自由通路はガラス張りとなっており、天気が良ければ、東側から富士山、西側から南アルプスが一望できるようになっている。また、南口及び北口のロータリーが整備され、南口は富士山ゲート、北口は小仙橋ゲートと名付けられている。2021年1月31日まで駅長配置の管理駅として、 塩崎駅を管理していたが、同年2月1日より駅長を廃止し、甲府駅の非管理駅となる。離せる指定席券売機、短距離自動券売機が設置されている。改札口はかつては、有人通路のみであったが、2004年に当駅を含む、区間が東京近郊区間に組み込まれた際に、簡易水下改札機が設置され、強上化の際に、 自動改札機が設置された。また、駅前に広大な駐車場が立地しており、パークライドを推進している。特急、開示のうちに往復が当駅始発、終着となっている。当駅は、山梨県唯一の定期貨物列車発着駅となっている。JR 貨物の設備は、旅客駅南口の西側にあり、一面二線の コンテナホームが設置されている。ホームは小さく、二0線も100メートルほどと短い。駅の着発線と二0線は、塩崎駅方に伸びる引上げ線を介してつながっている。また、校内の入れ替え作業は、本線検引機が行う。コンテナホームと本線を挟んで向かい側には、エネオス交付輸送所が置かれ、その二0設備へ続く専用線が付設されている。 この専用線と駅の側線は、甲府駅方の引き上線を介して接続している。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1791人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。山梨県統計年間によると、2017年度の発送貨物は、コンテナ貨物が23,634トン。 シャーツ界貨物が29,794トン。到着貨物は、コンテナ貨物が28,965トン。シャーツ界貨物が31,9705トンで、ある。近年の推移は、以下の通りである。駅前を、県道25号が通り、国道52号、国道20号と交差し、海の市役所へ至る。国道20号は当駅付近から、 南甲府方面を迂回するため南東に外れる。駅のすぐ東側には、区川が流れているほか、中央自動車道が南北に通り、中央本線と交差する。路線はほぼ、まっすぐ東へ伸び、私立東海大学附属甲府高等学校付近を通り、荒川を鉄橋で渡って、私立寸大甲府高等学校付近でやや右へ曲がり、甲府駅に至る。 東駅西部は赤坂台地が展開しているため、自称寺付近で釜梨川沿いに大きく、右から左へ曲がり、南北に通る中部横断道と交差し、塩崎駅へ至る。エネオス交付輸送所があり、付近のガソリンスタンドへの石油類発送の拠点となっている。現在の竜王駅停留所が整備される以前は、駅前ではなく、 東側へ300メートルほど道路沿いに進んだ山梨交通の駐車場の敷地内を発着していた2010年3月27日より南北駅前広場が共用が開始されたことにより龍王駅停留所の路線バスは南口広場内に移設したなお高速バスは以前と同じ駐車場内に発着するがその後さらに駐車場内での移設も行われている現在は 小木の竜王駅前店の一角に高速バス、停留所が存在する。また、竜王駅南口より南に400メートル進むと、竜王新町停留所があり、そこで上降することもできる。特急、開寺の隣の停車駅は、列車基準を参照。旅客貨物。ありがとうございます。